加賀谷藤子と申します。今度の参議院群馬選挙区より民主党から出馬することになりました。今35歳で1歳4歳6歳の3人娘の母親です。夫は脱サラをして無農薬農業を始めて3年が経ちますが、まだまだ収入が安定しないので、私も子育てをしながら働いて家計を支えています。私は2011年の福島第一原発事故があってから、群馬県内で原発止めよう群馬というグループを仲間たちと立ち上げ、脱原発の市民運動を続けてきました。そういった活動を続けていく中で、群馬県の民主党から今度の夏の参議院選挙に出馬しないかとお話をいただきました。長女が小学校入学、三女はまだ1歳になったばっかりでおっぱいを飲んでいる、そういう環境でしたので、とてもとても選挙を戦えるような状況ではなかったのですが、今安倍自民党政権が二度と戦争しないと約束した憲法を変えて、日本も海外に戦争を仕掛けられる、そういう国にしようとしているところに大変危機感を持ち、憲法が変えられてしまってから反対の声を上げても遅い、戦争が起きてから声を上げても遅い、今度の夏の参議院選挙でしっかりと戦わなければいけないんだと、そう思い出馬する決意をいたしました。